じられますね。デビューして半年ですよ、今まで10年間ホストはこの K-1 という舞台を守り続けて、それを粉砕してしまったんです、この人は。しかも、サップ選手は生まれた時にはもうすでに 5000g あったって本当なんですか？めちゃめちゃな赤ちゃんですよ。だってお母様5キロをお腹に抱えてたってことですね。おことあのホースト先生についてお聞きしたいんですけれども、賞賛というのは実際あったんですか？ Well, I took many, many, many low kicks from Ernesto. ごめん、それね、結構高いのよ、それ。Very tough. 今メガネが曲がりました。ごめんなさい。ホーストはどんな味がしましたですか？俺ここやや、ここ隣。As a big tongue, Ernesto was.小さい。あの塩タンのホーストはちょっとちっちゃかったかな。かった、あの次こっち。こんな感じのサップ選手なんですけども、サップ選手も和むといえばですね、こちらをご覧いただきたいんですけれども、はい、和ませて、はい、こちら何だと思います？サップ選手のペットトリニティちゃんですよね。かわいいね。いきなり笑顔になりましたけれども、このね。早くそうなる、早く。しかも決勝ラウンドまでサップ選手は日本でこうトレーニングをする予定だったのですが、このトリニティちゃんがちょっと心配でわざわざ帰国をされたってことなんですよね。Yes, yes. Trinity is my cat. She's a very big cat. She's a serval, so she'll get. Right now, she's about 7 kilos. She will get up to around maybe 30 kilos. Look with me. そうですね。今あの自分のペットで飼ってるサーブルキャットなんですけども、今7キロぐらいしかないんですけども、まあ大人になると30キロぐらいにはなるんじゃない。なんか入院中だって聞きましたよ。なんか病院にいるって。Yes, she recently decided to jump off the balcony, so she kind of took a dive and knocked herself out, but she's okay. 最近ね、ちょっとなんかワイドになってバルコニーから飛んでみようかなと思って飛んじゃったら、ちょっとドジっちゃったりします。僕にはボブサップが踏んづけたって話伝わってきた。私もそういう情報入ってたんですけどね。さあ、ごめんね、ちょっとね、メガネが壊れて。何ですか、見えますか？ K-1 ワールドカップの決勝ラウンドについてちょっと聞いてみましょう。はい、はい、あ、君のせいや言ってるやん。こちらですね、はい、はい、どうですかね、3試合優勝する前戦わなきゃいけないんです。大丈夫ですか、3試合。My options are very simple. Right there. Right there. この振りまだ使うのよ、しばらく。問答無用で頂点に一気に行ってやる。ハントもね、昨年のチャンピオンハントもいますし、あとね、バンナもね、とにかくサップにね、負けるわけがないと。俺は僕が言ったんじゃないの。さ、あの、誰だっけ、バンナが言ったんです。バンナ選手が。いやね、これね、これね、ごめん、特注で結構高いのよこれ。あの、バンナ。ね、これ今番組として成り立ってる今って大丈夫？血が泣いてます。ホーストのことを脂身の少ない牛タンだというふうにおっしゃってましたけれども、ちなみにあのバンナは何だ。ドローム、 I like to have drum early in the morning. A piece of French toast. ドロームは早朝の朝食でフレンチトーストにしていただきたい。はい、ありがとうございます。はい、来てください。そんなサップ選手なんですが、実はですね、2週間前に放送戦を直前にこのスポルトであることを予言していたんです。スポリンだ。
ムサップにとってゴースト戦での勝利は全てが計算通りだった。試合の4日前、サップはこの番組だけにこっそりと来るホースト戦をシミュレーションしてくれていた。それはドムレムホースデロキデロユニールイーロギュ。試合の序盤、サップはホースト得意のローキックをあえてノーガードで受けた。そしてホーストが蹴りつかれたところで一気にとどめを刺す。一気にとどめを刺す。託してサップはシミュレーション通りにホーストを葬った。そのサップの次なる獲物は巨大格闘ロボセームシュルト。なんとサップよりも12センチも背が高い選手である。果たしてこの大巨人を相手にいかなるファイトを見せるのか。そしてその秘策とは、今日はこのメガネでいこうと思いますが、いよいよクライマックスでございます、はい。1回戦で当たるセームシュルト編を今日はサップさんにご披露いただこうと。自分よりお付き合いでどう料理するのか、こんなになっちゃうんでしょうか。それではスーパーシミュレーションセームシュルト編です。どうすんの今日。お知らせの後はですね、野球界の怪物の最新情報。もう怪物映画。